アビンドン伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、イングランド貴族爵位。臨時伯爵家の分流である、第五代、ノリス男爵ジェームズ・バーティを子祖として、現在に至るまで、バーティ家が保持する。1938年以降は、臨時伯爵とは継承者を一にする。アビンドン伯爵以上爵を認める、直居上。かつての伯爵家の邸宅である、ワイタムアビー。 白爵家のソ・ジェームズ・バーティは、リンジー白尺家当主の5歳の長子として生まれた。彼は1675年に、貴族院より、議会招集を受けて、母方由来の爵位である、ノリス男爵として、貴族院議員となった。彼は、オックスフォード社当館在職中の1682年に、イングランド貴族として、アビンドン白爵に、上る爵した。初代白の後は、 長男のモンタギューが釈位を継承した。二大白モンタギューは、アン女王の知性下で、父同様にオックスフォードシャー党官に就任したほか、ロンドン東大やタワーハムレット党官を歴任した。また、彼は直居を得てその姓にベナブルズを加えている。彼が1743年に亡くなると、釈位は弟の息子、ビィラビーが承継して、 現在に至るまで三大伯ウィラビーの団結子孫によって伯爵位は継承されている。その日孫にあたる六大伯モンタ牛は就職前にオックスフォード及びアビンドン、選挙区選出の庶民委員議員を務めた。また彼の第二ドーチェスターの邸宅を手放したという。八大伯モンタ牛は1951年に本家筋にあたる第十二代。 リンジー伯爵モンタギューバーティの死去によって、リンジー伯爵を承継していたことが確認されたため、以降の伯爵家当主は、リンジー伯爵を兼ねることとなった。その後を継いだ旧大伯爵及び、リンジー伯爵加減当主である。一族の邸宅は、イーストエアシャー州、マホリン近郊のギルミンズクロフトハウス。かつての邸宅には、オックスフォード州ワイタムに位置した。 ワイタムアビーやタウンハウスタル、スパニッシュプレイスマンションのほか、同修道チェスターにも邸宅を有していた。現当主である第9代アビンドン伯爵、リチャード・ヘンリー・ルパート・バーティは以下の尺位を有する。法定推定相続人は現当主の息子であるノリス男爵ヘンリー・マーク・ウィロビー・バーティ。以前のノリス男爵家当主はノリス男爵を参照のこと。 1938年はあくまで法令上の解釈であって、実際に継承したことが認められたのは1951年。初代アビンドン伯爵ジェームズは、リンジー伯爵加藤主、第2代、リンジー伯爵モンタギュー・バーキと5歳である第4代、ノリス・ジョダン爵ブリジット・レイトの間に生まれた長男である。したがって、父の前妻の子である、第3代、 リンジー伯爵ロバート・バーティは、初代伯のイボアニにあたる。そのため、初代伯は、リンジー伯爵を継ぐことはできなかったが、母ブリジットから、ノリス男爵を継承することができた。女爵順から言えば、本来は、リンジー伯爵位を上位に記載すべきであるが、本記事は、アビンドン伯爵の記事であるため、同爵位を優先表記した。ありがとうございます。